わーどうもこっちはパンチパンダです。よろしくお願いします。まあ、ずっとここ数年一人暮らしをしているわけなんですけれども、やっぱ一人ってね、寂しいんですよ。やっぱペットとかね、飼いたいなって思うんですけれども、俺みたいな人間がそういう命っていうものを大切に育てられるのかなっていうことも思うじゃないですか。でも寂しい。でね、一応飼ってる植物はいるわけですよ。ドライフラワー。生きてる感がない。これってさ、花の死骸なの。ドライフラワーってどうだ、死骸なの？死骸だったらちょっと怖いんだけど。まあ、そんな感じで、やっぱ生きてるね、植物っていうのがあるの。うん。いや、ね。まあ、ちょっと話がよくわかってないと思うんだけど、ほんと1ヶ月ぐらい前だったんですけれども、私誕生日を迎えまして、その時メロンをもらったんですよ。リスナーさんからメロンをもらいまして、で、食べたんですよ。食べて、で、処理をしたんですけれども、キッチンの排水口から種が出てきたの。メロンの。びっくりするでしょ。そう、そこからね、メロンを育てることになりまして、まあ、いろいろやったので、ちょっとご覧ください。ドン。一個一個メロンなんですけど、これだと窮屈なので、土を買って、あと容器もあったら容器も買えばいいかなと。本当に確かね、土があった気がするんだよな。安っ。198円か。土はあるんだけど、容器なくね、やっぱ。さん、こんばんは。君さん、わー、せーかピンポンさん、聞こえてないんか？はい、ということで、その次の日だったんですけれども、次の日、朝起きて、プランターを買いに行こうかなと思いました。で、この日はあいにくの曇りということで、起きたのがね、多分10時くらいかな。で、まあ寝起きのこの髪型で行きました。で、玄関を開けて、まあ外出たわけなんですけれども、やっぱね、俺んちにね、この Y のマンションアイドル、ツバメちゃんがね、いるんですよ。5匹ちょうどいるんですけれども、子供たちツバメちゃんが5匹、あと親が2匹かな、うん、2羽か、うん、わ、5羽と2羽、うん、7羽のね、家族が、こうする、結構大家族だよね。まあ、ということで、自転車でね、颯爽と漕いでいきます。このね、もう疾走感のある映像で到着しました。で、プランターを見ているわけなんですけれども、意外とね、安いんですよね。だから、240円ぐらいの、このね、7番って書いてあるやつかな。それを買ったんですけれども、まあ、これを持ってね、お家に帰りました。意外と自転車でこれ持って帰るの大変でした。プランターをですね、買ってきました。まず土に水を含ませた方がよく根付く。どんくらい入れればいい？結構入れる？大丈夫？分からん。入れちゃったかな、結構。やっちゃった？もっと、もっと、もっと。そのセミ関東に限られた。場所特定しないで。結構入れたよこれ。結構だよ。どぼどぼどぼだよ。土、これがプッチンプリンの容量か。あ、ひどい。広くないだろ。え、このままもう入れちゃっていいの？ま、え、真ん中にこれ入れていいの？とりあえずだから、すべてに可能性をかけていいこと。もうここから厳選するってこと。ダメな株が出てくるか、そしたら厳選する。あ、じゃあまだ、OK なのね。これで OK かな？オッケー、やった、完成。でですね、あれから1日経ちました。こちらこの子です。ちゃんと育ってますね。いや、よかった。まあ、ということで、メロンってめちゃくちゃその育てるのすごい難しいらしいんですけれども、ちゃんと育ったら今年のあと何ヶ月後ぐらいに芽が出てくるんだろう。まあ秋ぐらいかな。うん、秋とか夏ぐらい、8月9月ぐらいにメロンをね、食べたいなと思いますので。ああ、ということで、 Y がメロンを育て始めたという報告でした。暑っ、もう夏だね。ということで、今年も楽しい夏にしていきましょう。とりあえず俺は1時間後ぐらいにバイトです。